園児が冬ならではのスポーツに挑戦です。秋田市の子ども園がスケート教室を開き、初めて滑る園児も転びながら少しずつコツをつかみ楽しみました。県立スケート場で開かれたスケート教室、氷の上で滑る楽しさを知ってもらおうと、秋田市にある荒谷幼稚園保育園が毎年開いていて、今年も年長園児35人が参加しました。初めてスケートに挑戦する園児も多く、まずは手をつけて氷の感触を確かめながら移動します。普段とは違う感覚に驚きながらも楽しむ園児たち。氷の上で座った状態から立つ練習を行いました。クマさん変身、忍者変身、手を膝につけて、いくぞ、せーの、よいしょ、おおおおお。ちょっと動いただけで転んでしまいますが、それでも園児たちは諦めず何度も立ち上がります。いってらっしゃい。練習開始からおよそ1時間、少しずつコツをつかみ前に進むようになってきました。時に転びながらも起き上がり、滑る楽しさを実感した園児たち。リンクに元気な声が響きました。